はい、後半戦始めるらしい。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず骨盤の歪みあるかどうかチェックしていくために足の左右差見ていきますね。はい、失礼します。まっすぐにして足の左右差見ていきますね。今、左が 1.5 センチほど短いで、特徴としては右前もも張りやすいっていうのと左の後ろが張りやすいっていうのが特徴なんですけど、見ただけですぐ分かるの？骨盤の歪みは足の左右差で見ただけで分かりますね。で、今からちょっと検査をしていきます。検査？ぐーっと曲げていきます。この時に前もも突っ張った感じある？めっちゃある。腰に詰まり感？腰は分からない。分かんない、OK、じゃあ右足曲げるね。はい。右足曲げた時前ももの突っ張りは？突っ張る。腰は？突っ張らない。じゃあ両足曲げるね。両足曲げた時に腰の詰まり？めっちゃある。ある。真ん中？真ん中。ここ狭まってる可能性が高い。可能性が高い。可能性が高い。で、うちでは骨盤整える時にポキポキした施術はやらずにこのブロックっていう硬いクッションを使っていきます、うん、こちらブロックね。うん、ブロック。生まれつき骨盤がこの歪んでたわけじゃなくて、多分日々の生活で歪んでる可能性が高いから、うん、そのまっちゃんの体重で元通りに改善していく施術法ですね。まず左が短かったからここに、よいしょ、入れます。あ、力抜いて、力抜く、はい、うん、そんな感じです。で、左右差があったから左右別のとこに入れてね。へえ、なんかよいしょ、骨が当たって痛くない？大丈夫大丈夫。この状態でもう一回足曲げていくね。うん、うん、このまま。この時に前ももの突っ張りさっきと比べてどう？突っ張ってない、うん。じゃあ右足曲げます。右は？あ、突っ張ってない。うん、軽くなってる。軽い。オッケー。これどうかな？うん、左側だけなんか違和感がある。うん、オッケー。まっちゃんの上半身の歪みをちょっと見て。はい。丸先生、先生っぽいね。やっぱ先生だったね。先生っぽい。先生っぽかった今。これか。これか。わあ、これだわ。よし、首。頭が緊張してると力が勝手に入っちゃうし、うん、いい眠りができなくなっちゃうし、うん、まあ、目からの疲れとかもたまりやすいから、うん、まずはここの緊張を取っていきますね。気持ちよさよね。これはちょっと本当に起きてられないかもしれない。起きて痛いわ痛いわ。ゆっくり呼吸してあげて。ゆっくり呼吸すると痛くなくなるから。骨格が歪むとそこに血流とか悪くなっちゃって老廃物が溜まりやすくなってで凝りになっていくんだけど、その凝りの中に痛み成分、痛いって感じる成分物質もあって、だから痛いだけであって凝りが緩むと痛くなくなるから。なんでその辺が凝るのかね。まあ、まずは姿勢でね。頭の重さってだいたいボーリングの球1個分ぐらいって言われてるけど、もうダイレクトに首にそれが負担かかってるから。それか。うん、さあ、深呼吸しても痛いな。一生懸命頑張ってるけど。あ、これか。
では、よいしょ、左手後ろに回しましょう。はい、はい、辛くないですか？全然大丈夫。てか寝てたと思う。寝てたむっちゃ気持ちよかったもん。首頭緩めると自律神経の緊張改善されるから、すんごい睡魔来ちゃう、ね、カクンって落ちちゃうんだよね。ね、2人揃いました。すごい。うん、バッチリ。そしたら、右手が上になるように横向きで。気持ちがいい、マジで。わかるよ。最高でございます。最高でございますよ。肩の上がり方チェックしていく。はい。いやこれ、二の腕が耳にぺったりくっつくのが正常。うん、ってこと？ここを押さえたとき、価格を押さえたときに、うん、二の腕が耳にぺったりくっつくのが正常。もっともっともっと。なんでくっついてないかっていうと、肩が巻き込んでるせいでこの辺の筋肉がキュッて硬くなって、まあ、上がんなくなっちゃう。はあ、はあははあ、で、これが続くと四十肩なっちゃう。そう、なっちゃう。うん、なっちゃう。うん、やだーやだー。この辺から緩めます。力抜いて。はい、ほんの1分前まで気持ちよかったのに。くいー。あー、これいいね。頑張れ、まっちゃん。寝てる動画の方がええ。気持ちいいやつの方がええ。あゆっくりかけ、できない。普通に呼吸ができない。お腹空いてきた。おわ、分かる。 あれあ、ついてるやん。ここ押さえてもついてる。これが正常。これ正常。あ、こっちまだ上がりかな。でもまだついてないな。つけ、つかします。はい、お願いします。そこ痛い。あー、うわー、あー、かん。うわー、かん。痛い。おー、もう必死必死必死にふう。ふわーふわーふーふーふー。気持ちくなるからね、今のが緩むとね。全然事故ってやりたいけど。いやー、よし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 。これ気持ちいい。うん、それ気持ちいい。あー、気持ちいい。あー、しゃべたし。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、仰向けで。仰向け。お腹ちょっと触る。うん、お腹なんて触る。ここキューって縮こまっちゃってるんだよね。うん、だから、しっかり骨盤も立てられないし、下っ腹がポッコリ出ちゃう。うん、うん、臓器が下に落ちて、支える筋肉が今使えてない状態だから、ここ骨盤周りの筋肉を刺激していきます。はい、おならでたらごめんね。大丈夫。おおお、気持ちいい。うん、あー、へー。お腹周りやる先生結構いるけど、そこやってる先生いないかな。それを出ちゃう。いやー、絶妙な圧でございますね。先生、素晴らしい。よし、胸の筋肉伸ばしていきます。はい、はい、やばい、今日いっぱいあるね。最高や。あー、気
気持ちいいと思った。騙されたー。痛い。痛い。痛い。ふうふうふう。わお。いい。わお。よし、じゃあ最後に首。これは気持ちいいと信じたいね。まっちゃんの頭の重さで首と頭の付け根、下のところの筋肉を緩めていきますね。ゆっくり起き上がって、お疲れ様でした。めっちゃ最後の良かった。なんかあれだった、なんか無重力に頭があったの。あれ、 あれどうやったの。めっちゃ気持ちよかった。目がめっちゃ開いて、めっちゃ気持ちよかった最後の。あれ何、どうやったの。ちょっと動画見て楽しもう。首の動きのチェックやっていきますね。じゃあこのままぐーっと右側向いてください。お、わかる、鼻筋わからない。じゃあさっきこんな感じだったんだけど。それはもう見て楽しむ。そう、見て楽しんで。ここの詰まりどう。いや全然ない、詰まりはない。オッケーオッケー。じゃあ反対側、ちょっとどうかな。ちょっと詰まってる、うん、そこがちょっと詰まってるね。向きやすさはどう。だいぶ向きやすい。うん、オッケーオッケー。この向きやすさがあると首の動きが制限されなくなるから、今1回目でこれだけ動けるようになったけど、うん、正直時間かかっちゃうから、うん、本当は1ヶ月週1でしっかりメンテナンスして、で体の動き方を良くして根本的に土台を整えて、うん、で変なコリとかも取って、うん、綺麗にのライン作りしていくと華奢になる。華奢なんだね。そう、そしたら姿勢見ていきましょうか。はい、はい、かかとつけてもらって、さっきと同じように行くよ。はい、これどうなってる、ついてない。ついてる。頭、はい、3本離れてたのがぺったり。ぺったりだね。うん、肩、今力抜いてる。力抜いてる、てかこれが一番楽。楽、うん、この5本離れてた、これぐらい離れてたのが今3本になってるから、多分3センチは後ろに楽に。これが楽、これが楽。もう一回正しい姿勢、さっきと同じ検査していくんですね、はい、じゃあ頭ぺったりくっつけてください、はい、肩の力抜けてますもんね、はい、今このまま、あとはこれで大丈夫、さっきより軽いのは軽い、うん、まだ力入れないとキープは難しいと思うけど、さっきと比べて力の入れ方は全然、うん、これが正しい姿勢のまず第一歩で、施術前から今のラインを出せるようになったらどんどん正しい位置に近づいてきたから、驚きの結果でございました。
はい、お疲れ様でございました。エンディングでございました。はい、いやびっくりした、びっくりしたね。後ろからさ、ぐわーって引っ張られてる感じよ。これ伝わるから、ちょっと嘘っぽかったやろ。なんかめっちゃ引っ張られてる感じ。あのね、正確に言うと、肩甲骨があって、こうやって引っ張られてる感じ。こうやって、だからこう、これが楽。そう、それが楽になるってことだね。これ方がひどすぎた。バカ野郎、ひどすぎたって言われて。まああの結果は多分 OK だと思うので、ここ応援やと思います。おめでとうございます。じゃあね、抹茶のなんでな見てくれた方への得点お願いします。はい、この動画を見てくださった方全員にエニシグロパック2000円相当のパックをプレゼントさせていただきます。全員に、全員に。2回目も初回ですね。初回に限りだよ。2回目3回目ないからね。はい、初回に限り、はい、あのね、必ず抹茶のなんでな見ましたよと。あのホットペッパー、ホットペッパーでの備考欄だね。はい、備考欄に必ずご記入ください。はい、そしたらつけますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ほんでまた、あのプレゼント企画、抹茶が受けましたスペシャルメニューですね、今回も抽選に1名の方にあのプレゼントさせていただきますので、公開から2週間ね、あの応募期間になっておりますので、ふるってご応募ください。そしたらまた次のサロンを楽しみ。それではさようなら、お疲れ様でした。 Say goodbye Caroline Road. Well, I remember in my hometown I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there, in her little white dress at the county fair. She took my hand, we made some plans, and I loved it.